水曜マチカメデビッド伊藤と菅久山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は暑かんだね。今日日差しポカポカでしたよね。ポカポカだけどやっぱ温暖差がきついよね。こういう時やっぱ暑かんですね。暑かんですね。ゆっくりね、暖かい部屋でね、はい、そうです。最高ですよね。ではこの時間は首都圏トライアングルで TVK 千葉テレご覧の皆さんにもお送りしています、うん、ラインナップです。アート丸かじりね、アート味わっていきましょう。どういう展開になるんですかね。どういう展開になるんでしょうね、うん、スタジオにねいらっしゃってるみたいですよ、うん、コレクターの皆さん。そして青春の向こう側も、うん、取材依頼が来たということで、どんな取材依頼だったんでしょうか。こういうことがさ、やり続けてよかったなと思いますよね。嬉しいですよね、うん、注目してください。続いてはアート丸かじりです。埼玉県出身の現代美術家田中拓磨さんが出演するたった5分でアートを味わえるコーナーです。今日は田中拓磨さんのスタジオにコレクターさんをお招きして作品について紹介しています、うん、では VTR ご覧ください。皆さんこんにちは、アート丸かじりのコーナーです。今日はニューヨークの準備をしている田中さんのスタジオから お届けします。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイアミの400坪のギャラリーができまして、そこでマーク・ザッカーバーグっていうフェイスブックのオーナーが持っているビルがあるんですけど、そこで展示会が予定されているので、その提出する予定の絵ですね。こういった大きい絵を描かれる時って、大体制作の期間ってどれぐらい？でかいんですけど、はい、これ4日で描きました。4日で、ええ、4日で描きました、全部、ええ、でも結構よく見ると描いただけじゃなくて、こういろんな素材、異素材がこう、そうなんですよ、アート丸かじりとか描いてますね。そうそう、本当異素材で描いてます。それ貼り付けてあると、そこと、あと大きいところのバランスの2つですね、対比によって結構なんて言うんでしょうか、大きいところにまず目が行くんですけど、はい、小さい時に次に目が行きますから、それとなんか目の滞在時間が長くなるんですよ、うん。今日はコレクターの竹本さんに来ていただいてます。竹本さん、よろしくお願いします。竹本さんはもともと平山郁夫さんとか、はい、東山魁さんみたいなすごく有名な画家さんの日本画の絵を集めてらして、はい、美人画もたくさん持ってらっしゃるんですね。なのに間違って僕の絵にスタジオに来て僕の絵をたくさん買ってしまったという被害者の人一人です、はい。年の1月の終わり頃ですね、はいはい、その時並んでた絵を見て、ピカソの苦悩っていう絵があったんです。それまでは全然その日本画とかばっかり好きだったんです。静かな絵が初めて現代アートに触れて、ピカソの苦悩ってすごく心が響いたんです。2回目に来た時にですね、4月14日ちょうど拓磨さんがこの絵を仕上げてこられたんです。それで僕はもうひっくり返るほどびっくりしたんですね。ものすごい衝撃だ、この絵を見て。この絵は何だろう、僕の自画像じゃないかなと思って、もうその絵をまず欲しいなと思ったんですね。ちょうどロシアが日本海でミサイルの発射実験をやった日だ。昼間はもうそういう報道ばっかり見てましたから、で僕はその時瞬間ね、こういう顔になるんじゃないかなっていう気がしたんですね。これこそまさに自画像だなと。もともとはね、ホワッツラブっていうタイトルだったんですよ。ホワッツラブ、資本主義の時代、愛とか友情とか、もしくはそういうの信頼関係とか、なんでもそうですけど、そういうものは変えないんですよ。でも、そういうのがテーマになってるんですけど、でそういうものは何ですかっていう問いかけなんですけど、だから竹本さんはそれをね、怒涛というテーマに感じられたんで、僕はいいなと思ったんで、タイトルはちょっと変えましたけど、ミサイルの話も、要するに今の社会が、だいたい戦争するときってお金ない時なんですよ、世の中って。その貧しさが生む、なんかその負の遺産なんですよね。そういうのあるんで、そもそもなんかそういう資本主義だけならず社会の問題は多分同じだと思いますね、通底するところは、うん、そういうことがあったら絶対嫌だな、究極の永遠の平和を願う気持ちも、この手が表してるんだなって思って、これは恐怖の絵だけども、その背景に平和をやっぱり一番願ってる絵だなって思ったんですね。今日はアート丸かじり田中スタジオからお届けしました。竹本さん、お越しいただいて、また素敵な宝物を見せていただいて、どうもありがとうございました。
そういった思いが込められていたと。そうですよ、ね、やっぱ平和を願いましょう、みんなで。深いですね。そして VTR に出演している現代美術家田中拓磨さんは神田にスタジオがありまして、さまざまなイベントも行っております。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。アート丸かじり、次回もお楽しみに。